昨日誕生日だったんだけど、ついに家族から LINE が来なくなりました。はい、どうも、北須田です。2回言っていくということで、今回はですね、ドリブル講座やっていこうと思う。で、今回のドリブル講座なんだけども、背負いドリブルについて紹介していこうと思う。はい、トレーニング画面やってまいりましたよということで、今回紹介する、背負いドリブルっていう技なんだけども、これどういう技かというと、相手を、後ろで背中で、受け止めて、ボールを取られないようにするドリブル技術になるね。実際やっていくんだけど、こんな感じで背中でちょっとボールを守りたいんだけど、相手が寄せてこないのよ。コンピューターすごいよね。全然積極的じゃないの。もっと来て。コンピューターのせいで、ボツになりそうなんだけども、頑張ってやるわ。この後ね、相手がいる状態でも説明するから、そこは安心してくれ。で、まあどういう技かというと、背中でこう、受け止めながら、まあメッシュの後ろに敵がいるとして、まあこういう形で、背中でこう受け流す。うん。こんな形で前に向きながら相手をかわす技術になるね。で、使うエリアとしてはもう様々なエリアで使えるね。例えばこういう中盤の位置で受け流しながら、こういうパスにつなげたりもできるし、はたまたこうやってサイドで駆け上がって、で、深い位置からこのまま回転して中へ切り込む。うん。こんな使い方もできるね。それでは回転ドリブルがなんとなく分かってきたと思うんだけど、じゃあ回転ドリブルのコツについて紹介していこうと思う。まず、背負いドリブルでやってはいけないパターンを紹介するね。やってはいけないパターンなんだけど、このまま今、背中で背負ってるとして、いきなり逆方向に向く。これ、良くないね。例えば、まあ、右に向きたいときね、右が。こういう形。うん。これはダメだね。よく見てて。まあ、右に向きたいときに、このまま行く。うん。これはあんまり良くない例なんで、参考にしないでくれ。逆にどのような例がいいかっていうと、まあ、こうやって背負ってるときに、これ右側に向きたいとき。ちょんちょんちょん。スリータッチだね。うん。だいたいツータッチかスリータッチかけて、向く。これがめちゃめちゃコツなんで、覚えてくれ。まあ、こういうサイドの深い位置だと、まあ、こんな感じで。緩急つけてすぐに抜けたりできるから、それでもいいんだけど、相手がずっと後ろからストーカーのようについて来られてる時は特に重要なのが、まあ、こういう風にタッチを細かく回っていく。これめちゃめちゃ重要なんで、ぜひね、皆さんね、覚えてください。ではまとめに入るんだけど、こういう中盤の位置とかで相手にずっとストーキングされてる時は細かいタッチ。こういう風に抜いていくと。逆にスピード乗った状態。こうやってスピード乗ってる時に、いきなりこう向くのは大丈夫。ただ、サイドでも望ましいのは、こういう風に形で、ツータッチかけて、こんな感じで、うん。こんな感じぐるぐる回って、シュートまで持っていく。これが理想だね。なんで、背負いドリブルをする際は、細かいタッチで、パチクリ、ぐる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 回ってくれよなと。はい、ということで、実際に敵がいる場面で、どういった場面で、どういう判断をしたらいいかっていうのを、オンラインの方で紹介していこうと思うんで、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、一つ目なんだけど、ここで時止めって言ってもエッチなことはしないから、そこは注意ね。で、これ右側にファンダイクいるよね。そしたら、まあ普通にオーソドックスなんだけど、この場面は大体ね、うん、これ、外を向きながら回って、まあこのダブタからシュート。これが定番だね。はい、二つ目の場面なんだけど、この三笘薫のドリブルよね。で、ここをちょっとダブルタッチで抜けきらなかったっていう場面だね。で、この時なんだけど、左側に敵がいるね。そしたら、左にいるんで逆に右側でくるくる回って、細かいタッチだった今の。うん、こんな感じで、どでかいシュートよ。ここはめっちゃ効果的な画面だけども、トラップの時点で逆は向いちゃってるんだけど、まあ、相手が左側にいるから、それはトラップと同時に、左の方向へ逆にこう回っていくのよと。簡単に抜けるのよ、これだけで。やってみて。ちょっと長いシーンだったんだけど、ここもね、左に敵がいる。で、まあ、この時はもう皆さんもう分かりますよねと。左にいるなら逆にこう回っていくよね。スルパス。で、ここの場面もそうなんだけど、今度は右側に敵がいるね。そしたら、左の方向へ、くるくる細かいタッチ。うん。で、これはもうパスだね。これはくるくるのちょっと応用版なんだけど、そこはみんなね、もうね、やりながら覚えてくれ。で、なんとなくこの上手いプレーね。はい、ご覧いただけましたでしょうかということで、まあ、いった形で、敵が後ろにいる際に、どっちの位置にいるか、
で、そのどちらかの位置に対して逆の方向に細かく回っていく。これがめちゃめちゃコツだっていうことをね、分かってくれたかな。はい、ということで今回紹介した背負いドリブルを使って相手のしつこいストーキングからね、うまくね、逃げていきましょうやと。ということで今後もこういった形でドリブル技術だったり、選手メイン仕様でバチコリとドリブル技術見せていこうと思うんで、ぜひね、皆さんも見ていただければと思う。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。